皆さんこんにちは。本日は東京タワーにご来場いただきまして誠にありがとうございます。ただいまから東京タワー TV サンデーが始まります。本日の MC を務めます桃井美鈴と榎本さゆりです。よろしくお願いします。まずは東京タワーからお知らせです。5月24日まで高さ150メートルの大展望台2階エレベーター前で日本の春を象徴する桜と春の訪れを祝うイースターを融合させた春限定のディスプレイ東京タワー桜イースターを実施しています。キリスト教で最も重要な行事とされる復活祭を表す英語のイースターは春の女神エオストレに由来しているとも言われ春の訪れを祝う意味があります。東京タワーではイースターエッグで表すイースター装飾に日本の春をイメージさせる桜の装飾を織り交ぜ桜イースターと命名、お客様をオリジナルの春の装いでお迎えしています。東京タワーの展望台の桜はまだまだ満開ですのでぜひご覧くださいね。東京タワーではその他にも様々なイベントを行っていますので詳しくは東京タワーのホームページをご覧ください。それではお待たせいたしました。この後は竹本孝之さんのライブインタワーをお届けします。竹本さんお願いします。竹本孝之ライブインタワー。いかがお過ごしでございますか。今ねもうすごいいい天気ですよね、東京のね東京タワーの、展望台特設、ライブステージ、クラブ333からお届けします高松台北ライブインタワーでございますけどね、4月の第4日曜日でございます。4月の第4日曜日まあもうね世の中ではねなんかゴールデンウィークに突入したらしいですね。よくわかんないです。もう 16連休とかねあのふざけたこと言ってる人もいるらしいんですけどね、私はですね、まあ、明日からは野菜苗の出荷がこうピークを迎えるというかね、悲しい現実、色が白いのも今日までという、ね、ことでございますね、という感じで、お届けしたいなというふうに思うわけでございますけれども、本日、高松台北ライブインタワー、先月のね、スペシャルシークレットゲストでっていうふうな話をしてしまいました。すごく期待をされた方にはごめんなさい。あのここから、今からねあのおじさん3人でちょっとチャカチャカっと1時間ほどねお届けしようかなというふうに思うわけでございますけれどもね、もうあれも、もう見てるわというわけでねもう早速、呼んじゃいましょうかね、私が今やってます、まあ、ユニットですね、カボス KA 星ボス BOO 違う SS もうあの、あとメンバー2人ですね、ノブ鈴木そして曽我和人でございます。ねえ本当にまあ本当にもういい加減、まあ、あの私がねあと今日何日だっけ26日、あさってですね、あの、まあ、誕生日を迎えるものでございますからね、ありがとうございます。あ、そうだね、おめでとうございます。ありがとうございます。もうね、この3人の中で唯一40代だったんですけどね、すいません、仲間入りさせてみました。ようこそ50代へ。あの、公演デビューみたいなものね。本当にもうお願いしますよね。ということで、今日はね、この3人でね、ちょっと楽曲をね、やってみたいなというふうに思うわけでございます。最近はね、このユニット、まあギャグで作ったんですよね、カボスでございます、ね、あのなんとなく想像できる方いらっしゃると思います、カボスです、柑橘系ね、横浜の方でね、やられてたね、ユーズっていうすごいなんか可愛い感じのお名前のね、グループがございますね、それに対抗して、まあ、おじさんだからちょっとゴツゴツした感じでカボスというね名前のユニットでございます。大丈夫かもう、曽我和人。曽我です。よろしくお願いします。そして、ノブ鈴木でございます。ちゃんとマイク使って喋ってください。
基本的に奈緒ちゃんは、もういい今喋ろうとしたのね今喋ろうとした基本的にワンステージ中一言二言ぐらいしか声を発しないんで声が聞きたら今日は、ラッキーだなと思っていただければね、はい、俺喋りすぎ、はい、おやさん少し黙ってください、はいだ基本はだから基本はねよくほらアルフィーでもそうなんですけどよく喋る人と寡黙な人とねじゃあいるわけですよその役割的なものが、はい、分かってるんですか何を言いたいのいや別にいいっすけどちょっとは喋らせていや喋ってもいいっすよね喋るとうるさいって言うからね、はい、反省会が大変なんだよ過去一から始めるからねあ過去よしあボリューム今下がってたから上げました。はい、ええ大丈夫ね。はい、じゃあ早速一曲を聴きください。スケアクローズ。Whoa, whoa, baby, baby, 俺
ありがとうございますね。スケアクローっていう曲をお聴きいただきました。まあ、スケアクローっていうのは、ね、英語で言うと、ね、かっこいいですけどね、まあ、日本語で言うとカカシでございますね。カカシといっても別にあの佐藤正さんの、ね、曲をコピーしたわけでもなく、まあ、あの多分ね、こう人間、まあ、男3人でこうやって、まあ、動いてるとね、こうなんかこう結構ないろいろ感じ、もう今日黙ってるね、静かにしとって言ってました今日黙ってるね、そんな口力入れる必要ないでしょ、喋りたい、いいけどさ、別に喋っても喋ってもいいけど帽子は取らない方がいいよはい、ね、まあね、あの、まあ、風に吹かれていく、黙った空を見上げてる、そういう風なのがこう今のね、あの男としての、まあ、40代50代からのなんかこう立ち姿に、すごくかぶるような感じがしましたですね、今ね、あのカボス、では、まあ、これがテーマソングみたいな感じだね、どうぞ、ね、こっち向いてじゃないのね仲良くしようよ、仲良くしてるよお願いしますよ、そばさん、はいはい、本当に、あ、次何だ今日はね、だから一応だから、まあ、その昨日、まあ、昨日ですね、私のこう、まあ一応ね、あんまりこう私さあんまり好きじゃないんですよ、なんかこう自分の誕生日にね、そのなんかこう、なんかこうイベントやったりこうパーティーやったりライブやったりあんまり好きじゃなかったんですよ。でもまあ最初で最後だからと思って、ちょうどまあ50を迎えるんで、あ、まあ生誕50周年祭ということでね、あの昨日パーティーやらせてもらいました、京王プラザでね、でかいところですわ、盛大でしたね、あ、本当にもう人数足らんからそこさん受付に置いといてね、そうです、もういろいろ大変でしたけどね、はい、あ、でもやっぱりね、まあ、ああいうことをやることを思いつくことがやっぱり今嬉しいですね、なかなかやっぱりこう、まあほらね、まあ、今からデビューしての35年ぐらい前ですけど、それぐらいの時から考えると、なかなかどうしてね、今そういうことが自分でできるような風に思ってなかった。しかもあの当時デビューした当時はね、まだね、日本もまだ若干バブルな感じがしてね、まあ、若干こうバブリーな感じで、まあ、いろんな事務所とかもね、こうなんかあのデビュー記念とかね、あの新曲発表パーティーとかなんかいろいろやってるみたいですけど、私かたくなに断り続けてたんですよ。もうそんな派手派手しいことやらんと、やらんのだったら、まあでもね、やらんまま来てて、やらんまま最後の最後までやらないんだったら、まあ、別に良かったんですけど、1回ぐらいはやった方がいいかなっていうふうに思ったんですね、これがね。で、まあ、やろうと思いついたのが去年ですわ、去年の誕生日ぐらい、に、あ、もう49だと思って、49でやばいなと、もう来年50じゃないかと。で、何かやらないかんだとか、聞いてる人の話、はい、首振ってない、首振ってない、首振ってない、聞いてんの、聞いてますよ、ちゃんと、静かに、はい、静かに今日キーワードなんですよ、そうですね、静かに、静かに、はい、で、その、まあ、50を迎えるにあたって、なんか、ちょっと一回やろうと、で、還暦でよくね、皆さんやるんですよ、赤いちゃんちゃん子とかさ、赤いベレー帽とかね、本当にね、あの漫画家かみたいなね、そういうんじゃなくて、やっぱりまた元気にこれからやれるうちになんか一回やっといて、まあ、あとは静かに過ごそうと、静かに、もうあとは老後みたいじゃないですか、しいよまだまだこれからですよ、還暦はね、なんか美しくないじゃん、ちょっとね、還暦パーティーは美しくないと思う、俺50っていう方がね、なんかもうあのもう本当にあの顔系に形っていう感じがするんですね、なんとなく、うん、なんかイメージ的にね、だからもう50でちょっと一回やって、まだまだ動けるんだということでやっといて、それでまあ60はさらっと流す、次は100ですよね、100拍手100まで100ですね、次はねーだろう、俺はもう出れないからね、瀬戸さんはね、あの、ね、多分遠くの塔にね、あのここ数年で終わると思う、数年ですかもうちょっと生かしてください、 あと10年ぐらい、あと10年ぐらいは頑張りたい、とりあえずね、あの子供ちっちゃいうちゃったね、そうですね、成人するぐらいはね、とりあえず長えな長えな、まあいずれにしてもだから、まあそんな感じでね、まあ一つのだから、まあ男としてのけじめとか、そういう意味でね、やらせてもらいました、まあ思ったより盛大でした、びっくりしました、なんかこうきらびやかな感じだった昨日、でもすごい疲れたライブとかやってる方が全然楽、ねね、ご来賓の皆さんもね、そうそうたるメンバーで、ちょっと喋っちゃった、いや特に喋ることないですね昨日はね、受付の私も緊張しました、来る方々皆さん大物ばかりでね、それだけです一人でこっち向いて笑われても困るんだよ、いや
け戻しのパーティーですよ。いやいや、ね、でもへーってこっち向いて笑うの俺どうこの答えればいい。うんうんって。ねえ、なんかこうなんかちょっとあの普段よりあのかなりお高い服着て、いたんですけどね、やっぱこっちの方が気が楽でいいな。ね、もう あんまりねこうやって喋ってるとね、今日一応楽曲いっぱい持ってきたんですけど、多分できないと思う。そうですか。うん、諦めてて。せっかくとりあえず自己練習してきたので、ね、順番に順番に進んでいくけど時間で切るから。あらら。ワンコーラス終わるかもしれない。いやせっかくなので、ね。じゃあせっかくなんでね、二曲目、お届けしたいと。間違えたらごめんなさい。大丈夫。いや予告しときます。大丈夫。はい、行くよ。はい。「すべて
つくんだとしても叫び続けるさこんな声で間違えてやんの分かる人は最悪だな分からない人は分からない分かった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 こけようと思ったわもうね予告通りですね本当だわもうちゃん何が一生懸命真面目に練習したの何の練習もしてねえじゃないか途中から思い出して流してやずっと通せば、どうだったっけな、気づかなかったのどうだったっけ忘れちゃったね笑うわもう本当にね頼むよボロボロですねいやボロボロなんで立ち上がれよもう腰が抜けちゃってもうねもうね最近やってるこのカボスっていうユニットなんですけど、まあ、まあ私にとって、まあ、通常ね私のソングフォトモノっていうツアー今ギター一本でね、回ってるもんですから自分以外の人と一緒にステージ立ってね一緒にやるってなかなかなくて、それがこのまあまあ昔から本当昔からだね俺が10くらいの時からだもんねなんか付き合いとしては長いんだよね、はい、こういうの腐れっていうんだね腐っちゃってますけど腐ってるよねいいんだよそれは言わなくちゃってね、こういうね、腐れをずっとつなげながら、まあでも、これ、もう何年目、カボス2年ぐらい前ですね。いつやったんだっけ一昨年の10月ぐらい、小田原からですね。あ、小田原か。小田原ですね。もうそんなにやってんのやってます。もうそろそろ解散の時期で。もうそろそろ、あの一人抜け、二人抜け、それで最後一人ぼっちになっちゃうっつって。ざまみろ。そんなこと言うと、ここにあの黒い口取りの凄さも出てくるあの人はいい人だって惜しい人を亡くした本当に何かない年ですからね、もうねまあ、結構ね、あの年齢的には離れてるんで、凄さんといや、ちょ私が53、のぶちゃん52、竹虫が51違うってことでしょ、はい、違う、俺は49、はい、あと2日あと2日であと2日あるからまだ全然違うもうあと48時間いやもうちょっと48時間もないよ47時間ね、もっとじゃないねえよいや、聞かなくていいよようこそ50代へ、ね、まあね、やっぱまあ、ね、ほら、50代からまた新しい何かが見えるかもしれないと思ういや、何にもないですよ、特に50代ってもそういうこと言うなよ後ろ向きなコメントでそういうこと言うなよ、なんか希望したいじゃないですか、新しい10年っていうさ、ね、やっぱほら、日本、まあ、受信法だからさ、別に受信法じゃないからね受信法で来てるから、とりあえず代がこうやって変わるのさ、なんかこう、新しい自分が見えそうな気がするじゃんなんかやっぱ期待したよねそうですね、でも何にも見えないどうせ、頑張ったよ期待したいだけなんだよ、まあね、まあ別に何ができるってわけでもないんですけどやっぱりこう、楽しいことをもっともっとこう貪欲に探していきたいなというふうに思うわけでございますねそれともういいよ、あれ次の曲行こうじゃないと終わんねえよ、本当にそうですねだって今、前半の2曲でしょ多分もういいあ一曲削るようだと思う。もう25分も経ち。だよもう。というわけで、はい、じゃあ続けて。今日はすごいね。あの曲の進みが早いよ。前半で頑張っとこう。というわけでお聞きください。間違えた。これI'm not afraid to die.
たちっぽけな夢は開けた窓の隙間から投げ捨ててしまえ街で
曲をねお聴きいただきました。まあいやーやっぱリハーサルするべきだな。途中でどこ行ってるか分からなかったら感動しちゃったよ。3人でやってるからね。あ、まあほら昔からの気心が知れてる人間だからちっとぐらいこうペペッとあのどっか行ったところでねカウント入れれば戻るんだよね。大丈夫大丈夫だ、うん、俺とのぶちゃんさえ合ってれば曽我さんが間違えたときになるから。ミストーンばっかりですね。もう人生がもうミスト人生ミスト。あ、名言だな。人生がミストーン。もう次々行くよ次。はい、カポ忘れるところです。カポの3です。もうね、いやこれ分かってる？分かってる、はい、この放送はね、ね、ニューストリームから YouTube にこうアップされてね、はい、アーカイブでね、全世界の人が見るんだよ。いやいやだなバレ。全部の持ってる人そが。ミストーン、人生ミストーン。この恥をね、人生ミストーンすごい。人生ミストって新しいな。それはいやそれはちょっと受け入れたくないな。困っちゃいますね。この曲ねもうね入りが難しいんだよ。またこれ前回の小田原ライブで止まりましたからね。最初曲止めちゃったっていうね。ワンツースリーチャチャって入る。ワンツースリーフォーファイブシックスぐらいまでいっちゃってね。大丈夫大丈夫、お互いやばいんで。お互い危ない。俺さあの昨日のね、はい、昨日のパーティー用に曲一曲作ったんですよ、はいはい、作ったんですけどそれギリギリまで作ってた、はい、ギリギリまで仕上がったのが前日だから。今日何もやってないの。やってないね。やってないんだよ。お互い間違えたらもうとんでもないとこ行って。ああ知らない。大丈夫か大丈夫でっか。大丈夫、曽我さんがちゃんと弾いてくれればいい。いやいや、自信ないです。はい、行きます。ワン、ツー、ワン、ツー。カポ、1、2、3、1、2、3。あ、僕が間違ってたけど、多分小田原に続きやりましたね、今回もね。いや、拍手するとこじゃないですね。神だね。これね毎回間違いですよ。そこでね、はい。頼むよ。今カウントうまく入ったのね。うまく入ったね。さーっと入ったのにさ、音違ってね。全世界に新しいパターン、ね、一生残ってしまうという新しいパターン。それも小田原に続きない2回目。で、曽我さんがあの黒い縁取りなんか入ってたとしてもずっと聞かせておきたいな。ほらほらほらみたいな。やだなもうこれ。松台まで松台までそれたたられるっていう。ワン、ツー、スリNo
気持ちだけがの言葉にしてあげるよ。いつも感じ合いたい、指を絡ませていたい。最近なんて寝顔も見れないよ。夢の中だけ抱き合う分かんないから、そこさん見ても何も答えてくれない。頼むよ。大体ね、当てにならないですからね、私は。そう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 、当てにならない生き方。俺の人生。お願いしますよ、もう。当てにならない生き方をしてきた男。もうだって、そこさんともノブちゃんとも、なんだかんだ言いながら30年の付き合いになるわけですね。途中ちょっとね、会えなかった時期、会わなかった時期があったりもしたんですけども、まあこれはね、女性にも言えるのかもしれないけどね、こう野郎のね、そのまあいわゆるこう、まあ、血気盛んな頃ですわ。10代の後半とか20代の頭の頃にね、こうなんかこういろんなところでこう悪さした、こう付き合いをしてるとね、なんかこう時間を超えるんだね。時間を超えて会わない時間が関係なくなるんだね。なんかこう、お久しぶりって会った瞬間に昔に戻る、まあ、その感覚が本当に強くて、うん、で、まあ、もともとのぶちゃんはドラマーだったんですよ。ドラムをやってて、で、昔私がね、フジテレビのね、青い瞳の聖ライフっていう番組出た時に、で、なんかその、劇中でね、まあ、ロックフェスティバルのみたいなことやるっていうので、ね、で、まあ、私も曲を書き下ろして、でレコーディング、もちろんね、ほら生でできるわけないから、でレコーディングしなきゃいけないっていう時に、来てくれて叩いてくれたのがノブちゃんなんです。そこさんは全然書けないんだけど。なんでだろうね。でなんかノブちゃんがスタジオに、ね、来てくれて、でそれで一緒にわーってやってたのが最初だね。私は どうやって知り合ったんでしょうね。その番組に出てた寺川氏の、友達だね。そうですね、ただの友達。ただの友達。普通の人だったら。ただの友達。そうです。そう悲しいね。で、まあ、私はね、週にね、まあ週、まあ、1週間何なのかあるうちに、まあ、5日とか6日とか小田原にずっと行ってて、小田原から通勤してた時期があって、まあね、ほとんどうちの住人だったんですよ。うちに住んでね、うちのお袋がね、うち子供一人増えたねって。
不思議だね、知らないうちに、うん、そうそうそう、腹痛めてないかもしれない。そう、痛めてなくても、なんか勝手に生まれたね。勝手に生まれて、そうそう、あの勝手に何か食ってるみたいな。そう、ほんと勝手に何か食ってるだからそういう風な、こう、なんか付き合いをね、やっぱりこう、若い頃からずっとしてきたわけですよね。もちろんだからね、ほら、あの年で言うとね、あのそこさんはかなり上だけどまだ言うでもやっぱりこう、あの年齢とかには全く関係のない、なんかこう、絆っていうのがあってね。で、まあこの年になってまたやろうかね、みたいな。そうですね。うん、でも、あの、もともとだから、あの、曽我さん、曽我和人はハードロックギタリストなんですよ。そうなんです。だから、あの紫の煙とか、あの辺のやつね。まあ、そう、うん、まあ、似たようなもんですね。そう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 。紫のなんとかですね。うん、なんかレインボーだとか、ああいうリッチ・ブラックモア系列のこうギターしか弾いたことなくて。早弾きしかできなかった、うん。で、アコースティックギターでユニットやろうって言ったら、俺、アコギ弾いたことねえって言いやがって。そう、ここ数年ですよ、アコースティックギターを触り始めて。アコギ弾いたことがないって言うから、家に一本もないって言うから、買えって。それ、買わされたんですよ。あれ、ボーナスの後ぐらいですよね。そうそう、そう、無理やり。うん、あの新横を連れてって、無理やりアコースティックギター買わされて、神さんに怒られた怒られた。知らねえよそんなさ、内側の事情は知らない、うん。怒られてもあの俺のところに飛び散ってさせないで、ね。ねえ、あの どうせだったらこれこういうのがいいよ ってあのフルボディのマージンとかね、あのそういうんじゃなくて、あのまあ、あのどちらかというとまあレキギターっぽいネックの細いね、あのこういうちっちゃいやつの方が多分体に馴染むだろう。でもゆくゆくはいいギターを買うだろうっていうことを見越して、見越してない、とりあえず、これを勧めて買わせて、で あのモニターも必要なかったアンプも買わせて、その時そのかそうでもでもあんといくらくらい使った？ここじゃ言えないですけどね。言えないね。言えないね。このとこで金額言ったらえらいことになるからね。そうね、うん、言えないからね。それから神さんに怒られたことだけは確かです。はい、新幹線通勤定時代ぐらいでね。そうですね。ぐらい使わせてね、はい、でそれから始まったわけですよ。で、まあ、アコースティックギターのユニットってね、やっぱりこうアコギってやっぱり、まあ、ゲージがゲージって言うんですけど、弦硬いんですよ、はい、弦が硬いのとやっぱ弾くのがやっぱり結構やっぱりほらチョーキングとかもあるんですけど、なかなかあのエレキと比べて硬いからなかなかできないんですよ。それはだから無理やりやれと、今でさえ無理やりやらされてますよ、未だに。でほら、あのエレキギター弾きってあのローコードって言うんですか、下の方のね、あの Am2Am5G とかほとんど弾かないんだよね。弾かないですね、うん、弾かないですほとんど弾かない。だから普通にだからあのこういう上の方のコードみんな弾くんですよ。だから弾いたことがないから、でもこの下の方 の、そのローコードでちゃんと弾くのがアコースティックギターのこう醍醐味なわけですよ。で上の方でちまちま弾いてるから避けろ。そうですね、最近それ分かってきました、醍醐味が。最後だん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 やっぱこうやってね馴染んでくる。そうそう、強引に持ってくる。そう、好きなように。そうやって騙されてきたんですよ。騙してねえよ。そんなことないよね。そうそうそう。それノブちゃんに同意を求める。うん、違うと。俺はでもやっぱりノブちゃんにやっぱパーカッションとして充実してほしいから。ノブちゃんもいい被害者ですよ。被害者じゃない、被害者って何だよ。カホンを買わされ、あのチロロロロンってやつね、あのポコポコっていう太鼓とかね、チロロロロンですね。それで、ね、唯一ねプレゼントしてあげたのはあのカウベルって言ってあの叩いてコンコンコンってやつね、あれだけ竹本氏がプレゼントして。これタンバリンモトキもそうだよ。そう、あ、それもか。そうだよ、これもあのノブちゃんに貢いだんだよ。そんな自慢げに言うことないじゃんね。もうね、自慢げに。そう、ここで2人はね、曽我さんにはね全部たかってるばかりだから。そうですね、いい被害者です。いいじゃん、楽しいんだから。さあ、行くぞ。最高。答え
こらえ生きれず滑り込んでく俺の魂。感謝の言葉を述べてくれたのはもうね、いや、やっぱり昨日ね、まあすごいなんかこう硬い感じで一日過ごして、まあ一応ね、まあ、私の歌も何曲か歌わせてもらったわけなんですけども、やっぱりこう慣れない感じのね、とこでこう慣れない空気の中でやったもんですから、すごくなんかこう肩凝ったわけですね。一日すごい肩凝ってて、今日いきなりほぐれたほぐれすぎちゃったかもしれない。ちょっとほぐれて疲れてる、ね、音楽ライブじゃないですね。すっごいうまいマッサージを受けた後のこのあの倦怠感みたいな倦怠感ダーみたいな、ダラダラ気だるさみたいな、ね、これぐらいのにぬるい感じがいいです。でももうこのまま3人でやっててね、うまいとか下手とかプロとかそういう風なんじゃなくて、やっぱ気心が知れてるのが一番だって私ずっと言い続けてます。だからテクニックは求めてないんだけども、練習しろよはい、練習します50の手習い、あのね、ステージの上にやっぱりこうほら変な話ね、顔を向けなくてもなんとなく気持ちがつながってるっていう感じがするのがやっぱりこう仲間なんだろうなっていう風に思うんですね。やっぱりほら顔みたいにこうやってする分にはいいんですけど、なんとなくこう空気が感じると、空気を感じることができるのがやっぱりこう仲間であり、それがまあユニットなんだろうなとね。だってこの年になってね、いきなりまあバンドじゃないにしてもユニット組むとは思ってなかったですよ。そうですね、どうなんだろう、芸能生活35年ですよ。ユニット組んだのがこのレベルかとか言われて若干お笑いに触れてる感じがするかなりお笑いですね大丈夫なのかそれみたいな、今までのキャリアに傷はつかないのかって思いながらお笑い8の音楽にですね、これね。いや基本的に最近喋りが多くなってるのがちょっと若干敬礼されるところではあるんですけど
僕のせいですか。音をやるという音楽を奏でるという以前に大丈夫なのかお前はいう気がするんでね、はい、まあ私的に、まあそのまあ、今度ねこの過剰数ってなかなかこう神出鬼没でなかなかこうレギュラー化をしないわけでございます。当然のことだからね。で次に聞けるのがね、来週来週チケーだお前5月6日チケーよ、はい、近いです。神出鬼没の割にはチケーよ。そうですね。でこういうなんかこうサラリーマンパートなんですけどね まあねまあ関西遠征、はい、関西遠征します。神戸まで行ってきます。神戸に行くんですよ、はい、5月6日ゴムの日ですよ、ね、ゴムの日っていうことはね5月6日ですよ、ね、すいません。5月6日に、ね、神戸の方でね、神戸スロープっていうところでね、恵比寿堂プレゼンツラジオ関西公演、はい、ラントゥーライブ21号ですよ、はい、ドライブですよ。大丈夫か大丈夫か、誰に聞いてんのかよくわかんないから、うん、でね、まあ、それをねやらせてもらうということでございましてね、ゴールデンウィークの真っ只中です。ゴールデンウィークの真っ只中に私機材全部持って走ってきます。大丈夫だろうか、そこが若干心配、たどり着くんだろうか僕たち大渋滞でねえ、はい、そばさんのぶちゃんはね神戸終わったらそのままピューって家に帰るって言ってるから、はい、神戸でさよならなんですよ。ラーメン食べて帰るじゃん。ラーメンの話はいいんだよ。ラーメンは仕事と関係ないじゃないか。ラーメンは関係ないんだよ。関係ないかい、はい、俺そのまま富山行くから大変ですね。だから機材から何から全部詰めて上に登っていくんで、すっごい距離ですよ。大変ですねってすごい一言ですよ。すごい一言です。そうそう、だからその機材をがっちりするんだ。だから前回はね、車1台でピューッと走っていったからね、代わる代わるでね運転できたんですけど、今回私一人ですよ。一人で走っていくんですよ。まあ渋滞の列の中に加えがっつって、まあ今事故を起こさないことだけどね、うん、そうそうそう、言い忘れてた、皆さんもね、ゴールデンウィークでね、車で観光にお出かけの皆さんもね、くれぐれもガム等を用意してボヘッとしないように。渋滞はね、俺嫌いなんで、まあ、好きな人はあんまりいねえやな。やっぱ車にそうやって荷物を積んで走っていくことをここ数年、もう4年かな、続けてるわけですけど、まあ、慣れたとはいえども、やはりこう得も知れぬ睡魔が襲ってきたりもするもんです。でこうパーキングエリア見たら、満車とか書いてあると止まれないじゃないですか。まあ、でもね、まあ、なんとか強引にね、ももバンバンか叩きながら起きたり、こう冬場とかだったらね、窓全開にしてすっげえ寒い思いをしてっていうのもあるんですけど、夏の場合は開けてもすっげえ、ね、熱風が入ってくるだけだったり、なかなか難しいんですけどね、こういろんなこのガムとか噛んでね、顎痛くなったりね、いろいろするんですよ。最近フリックスクスまあいいや、その話そんな話は違うんだよ。ね、いろんなものを、まあ、考えながら、また、車でね、いろんなところに走っていって、富山ですよ。神戸が終わって富山、ね、富山が終わって翌日滋賀、滋賀もね、いろいろね、よからぬ企画があるらしいし富山もね、今回、まあ、初めてですよ、高岡大仏さんの下、大仏寺、もう本当に私がね、昔行った漫画道でよく撮影してました。の大仏さんの、お膝元のお寺さんでね、寺井部という、ね、もうこれ3回目ですので、やらせてもらうことになりましたんでね、近隣の方ぜひとも遊びに来てもらいたい、まあ、近隣じゃなくても別に構わないと、ということでございますね、来てほしいと。ゴールデンウィーク明けた翌週でございます。土曜日が富山、日曜日が滋賀というハードスケジュールです。頑張ります。じゃあ、本家ボスとしてね本家ボスとしてお届けする最後の曲です。まあ、そういったね、まあ、ツアー、私が走るロード、を歌った、歌でございます。じゃあそれは最後にお聴きください。君の住む街
新しく始まるストーリー来月5月の第4日曜日は、前回はね、ソロで来てくれたんですけども、今回はカッキー&アッシュポテトということでね、各種新曲のね、メンバーを連れて、ここらで、ライブをやっていただく、またね、新しいなんかこう、なんか考える系の、曲、新曲をね、持ってきてくれるらしいです。これはすごい面白いですよ。かけさんのやつとかね、いろんなこう、ちっちゃい子たちのアンチモノとかのね、楽曲とかもたくさん作ってて、水平リーグとか、元素機構やとかね、そういうライブをやってくれるもんだと思います。まあね、4月がもうあとわずかで終わろうとしております。なんとなくね、こう新年度が始まって、1ヶ月、まあ本当に部署が変わったりね、いろんな部分で、新しい環境の中でようやく馴染めてきたかなぐらいの感じだと思うんです。でそこでほら大きく入ってしまうゴールデンウィーク、まあ心とね、体とリフレッシュをしながら、また5月からね、戦いに、備えていただきたいというふうに思うわけでございます。まあ花屋さんからしてみるとですね、私はシンガーソングファーマーですから、花屋さんからしてみるとですね、この時期はないものが売れなくなるんですね、5月なんかね。それはなぜか、皆さん忘れてませんか、母の日です。母の日なんです。市場にカーネーションがあふれるんです。なんでポットナイが一切売れなくなる、というわけでね、ポットナイが欲しい人は直売所の方に来てください。結局それかい。その前よりは花のないと思ってるからね。まあね、4月いっぱい、もうあと2日で私も、まあ、40代とさよなら、50代こんにちはということでね、進むわけでございます。
まあ命ある限り前に前にっていうふうにも常にやっぱり考えていなきゃいけないなと。よくねやっぱり折り返しとか言うじゃないですか、人生折り返しとかね。折り返すわけねえんだよそんなもん。折り返して元に戻ったらね、まあ、よく年齢折り返しして言いますけどね、30ぐらいからねちょっと 逆に降りていって、お前ゼロになったらどうすんだみたいな言う人もいますけど、そういうことはできないわけです。でもほらよくねいくつぐらいに戻りたい言うんだけど、私一切思わないですね。それはどういうことかというと、やっぱり10代、今中学生だったりとか高校生だったりとかね、またデビューしてすぐぐらいの時に戻れればなと思っても戻れない。でもそんないろんなことをいろんなことを自分でチョイスして自分がイエスと思って進んできた道に対して嘘はつきたくない。嘘はつかないためにまっすぐ生きる、まっすぐ自分の道は正しいんだと信じて、信じたい、信じて今までやってこれたわけです。だから今ここに自分が存在してるってのは多分イエスなんですよ。全部よかったな、よかったな、ナイスチョイスね。これから先もずっとそれは続けていきたい、行くためにいつかで、人間だからね、生まれてすぐからまあね、まあ、変な話、言い方変ですけど、死に向かって進んでいくね。そうやったらだってまっすぐ行く、ストレートに生きればいいじゃん。いつかは死ぬ、だったら折り返しとか考えない、残りの人生考えない、自分ができる限りのことを思いついたらやるっていうことです。だからもう今年、50を迎える年、これからもどん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 新しいことを見つけて、進んでいきたい。まあ、ちょうどねそういうのを決意するのに4月っていうのはいい時期なのかな。あ、いい時期に産んでくれたお袋ありがとう。というわけで竹本孝之、ライブインタワー、今月はこの辺で失礼します。また来月お会いしましょう。高幸さん、そして鹿児島の皆さん、ね、楽しいトークを交えつつの素敵な演奏ありがとうございました。はい、最後のお言葉もすごく無理響くお言葉でしたね。はい、ところですね、第3部東京タワー TV サンデーの第3部は午後7時から DJ 神田明さんのラジオ公開収録を行います。ゲストにファミリースローさんと奈々子さんをお迎えします。それではまた7時にお会いしましょう。ここまでのお相手は桃井美鈴と榎本さゆりでした。